こんにちは、新谷正樹です。今回は奈良市四条大路に来ております。今回は、大手ハウスメーカーセコーの、台湾ハウスの、2LDK アパートのご紹介をさせてもらいます。はい、まずですね、こちらの方からいきましょうか。玄関スペースの方ですね。こちら、大きめの下駄箱がついておりまして、その奥ですね、お手洗いとなっております。もちろんウォシュレット付きので、おトイレとなっておりますね。はい、で次はこちらの方がリビングとなっております。人気の、ね、カウンターキッチンとなっているリビングとなっております。こちら、設備としましてエアコンを1台備え付けると、こちらがね、室内物干しが付いておりますので、雨の日でも、ね、非常に活躍してくれる機能ですね。でこちら1階のお部屋になりますので、リビングに面した、専用庭がついておりますね。はい、でこちらで設備が充実しておりまして、まずモニター付きインターホン。でこちらの方がセコムの、ね、セキュリティ入っております。その横が、オール電化になっておりますので、電気温水器のこちら、リモコンとなっておりますね。はい、でこちらのリビングの方のまあ、カウンターキッチンですね、非常に開放感のあるキッチンとなっておりまして、本来ここにある棚の方をこちらに持ってきておりますので、非常にね、広々とした空間になっております。キッチンの方は、オール電化になっておりますので、二口の IH コンロついております。こちらの方で、ね、収納の部分が非常に広くとっておりますね。はい、でリビングの面したところに水回りがございまして、はい、こちら洗濯機置き場で、こちらの方がね、おしゃれな、まあ独立洗面台という形で、ちょっとね、お化粧とかしていただけるようなスペースになっております。こちらも、ね、非常にまだおすすめな部分でございまして、一坪タイプの、お風呂となっております。足を、ね、伸ばしていただいて入浴いただけるような広々とした浴槽となっておりますね。また機能としまして浴室乾燥機もついております。またリビングに戻りまして、こちら 2LDK ですので洋室2部屋までございますね。はい、こちらの方が約まあ7畳ほどの洋室となっております。こちらの洋室の方はね、非常に使い勝手のいい収納がございまして、こちらの方は、洋服をかけていただけるようなスペースになっておりまして、その隣はね、こういった形で棚がついているような押し入れになっております。次、まあ、その隣の洋室の方ですが、こちらは5畳ほどの洋室となっております。まあ、あちらの先ほどのところがこちらで、まあ、寝室として使っていただけるスペースですね。またこちらも非常に使い勝手のいい収納となっておりまして、こちら高さを変えれるようなパイプハンガーと、まあ、こちらの方に棚がございます。こちらでね、お好みのサイズ、高さに合わせて使っていただきます。はい。はい、こちらの方が、2LDK の、非常におすすめの、アパートとなっております。スーパーにも近く、駅にも近いので、非常に、立地条件のいいところですね。まあ、詳しい条件は、弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様のご来店をお待ちしております。ありがとうございます。